はいどうもこんにちは。今回は私が購入したオデッセイハイブリッドアブソルート EX ホンダセンシングの外装レビュー動画でございます。内装や走行レビューにつきましては概要欄にリンクを貼り付けておきますのでぜひご覧ください。まずはフロントから見ていきましょう。全体的にクールで上質な見た目で、最近よく採用されているいかつさを前面に押し出した感じのデザインではないですね。怖い顔じゃないにもかかわらず迫力があるっていうかね、ワイド感があるっていうかね、存在感を感じさせてくれます。ちなみにサイズは全長 4830mm、 全幅 1820mm、 全高 1685mm で3ナンバーのどでかいミニバンです。グリルにはクロムメッキが採用されていてシャープな作りです。このモデルはアブソルートということでエアロモデルとなります。ですのでフォグライト周りのデザインであったりメッキ加色されたフロントスポイラーなどかっこよさの演出も十分です。ヘッドライトは2眼の LED ロービームがかっこよさを引き立てていて角型の LED フォグライトがシャープな印象を与えます。ただねハイビームが最上級グレードでもハロゲンなのは許せないですね、なので LED ハイビームに換装予定です。てかもうしました。さらに EX グレードにはアクティブコーナリングライトっていうのが装着されていてウインカーを出した時やハンドルを切った時に、その方向を明るく照らしてくれます。ライト周りは私的にすごく好みなんですけどもステップワゴンにもあるデイライト機能がこのオデッセイにはマイナーチェンジされてもつかなかったのが残念なところです。ちなみにねライトの明るさは明るいのは明るいんですけどももっと明るい車っていうのはたくさんあるかなというふうに思います。まあ、フォグライトもねおしゃれフォグって感じでめっちゃ明るいっていうわけではないんですけども、まあ、程よい照らし方ですね。まあ暗闇に行けばどっちも十分なね光量ではありますけどね。各ライトの光り方はこんな感じです。ウインカーがね電球っていうのもねなんか LED にしてほしかったなっていう感じはあるかな。フロントからサイドにかけてはこんな感じ。寸法は大きいんですがロールーフでかつ低小な設計なのですごくスタイリッシュなデザインですよね。ロングボディですがあまり大きさを感じないのはなんでなんかなと思いながら歩いております。フロントはちょっと丸みを帯びてますね。ホイールは17インチのアブソルート専用デザインのアルミホイールが装着されています。リアはこんな感じ。テールランプがワイドな印象を与えてますね。前期型と違ってオデッセイやアブソルートのエンブレムはテールゲート端に配置されています。ナンバープレートの下にメッキのガーニッシュが標準装備されているのはいいですね。ただ前期型と違ってホンダマークの下には何にもない状態になっちゃったんでなんか寂しい印象を受けます。リアのライトの光り方はこんな感じです。リアゲートはどのグレードも手動で、オプションでもパワーリアゲートの設定というのはないのが悲しいところですよね。3列目を出した状態の荷室はこんな感じです。荷室が深いので広いとは言いませんけども、3列目を出している割には結構詰める方じゃないかなと思います。3列目の収納も慣れれば簡単です。一瞬ね、両手を使う必要がありますけども、特にね力を入れることなく3列目を収納することができます。2列目をドア側に寄せて最大まで後ろに下げてるときはこんなに広大な荷室が現れます。3列目がね床下収納なのでほぼフラットな状態になるのも嬉しいところですよね。続いてはサイドを見ていきますがその前にキーのご紹介。ハイブリッド車は青いキーになっていてかっこいいですね。ミラーは施錠解錠に合わせて開閉するオートリトラミラーが後期型から標準装備になってます。もちろんですけどもキーレスエントリーにも対応しています。この場合はアンサーバックブザーもなりますね。ドアハンドルを握るだけで解錠できるセンサータイプになっているのも楽でいいですね。ロックもねセンサーにしてほしかったところあるけどね。運転席周りをチラ見せしておきます。詳しい内容はね車両紹介中編以降でご紹介します。
ドアを閉める時の音も厚みがありますね。スライドドアは両側電動でリモコンキーでも開閉可能です。外車みたいにスライドドアのブザーが鳴らないのは、ホンダ車の特徴ですよね。スライドドアはドアハンドルを軽く引っ張るだけで開け閉めできます。トヨタ車や日産車みたいにワンタッチボタンというのはね、ないんですけどね。ちなみに各ドアには川手市ランプが標準装備されていて、足元を明るく照らしてくれます。話がそれましたけども、改めてサイドのデザインを見ていきましょう。個人的には窓の下に一直線に引かれているこのシルバー褐色がワイドでスタイリッシュなアクセントを与えている気がしてお気に入りです。このオデッセイはハイブリッド車なので、サイドにはハイブリッドエンブレムがあしらわれております。この車のカラーはプレミアムビーナスブラックパールというカラーなんですけども、光の当たり方によっては紫に見えたり紺色に見えたりと、秋を感じさせない色になってます。サイドスポイラーはシルバーメッキがあしらわれていて、ドレスアップされた雰囲気っていうのがめっちゃかっこいいですね。造形も流線形で流れるようなデザインとなってます。オデッセイは他の車ではオプションになっているコンフォートビューパッケージが全グレード標準装備になっていて、水滴や曇りを除去するミラーやフロントガラスがついています。ミラーの大きさはアルファードほどではありませんが、大きくて見やすいです。ちなみに下にはカメラもついてます。さらに EX グレードのみブラインドスポットモニターがついていて、死角を走る車を検知してくれます。ちなみにフロントの UV カットガラスも全グレード標準装備です。せっかくなのでエンジンルームを覗いておきましょう。エンジンは2リッターの直列4気筒で、エンジン出力は145馬力、最大トルクは175ニュートンメートル。モーターは出力184馬力、最大トルク315ニュートンと、V6 3リッターエンジン車並みの加速性能を持っております。基本的にはモーター主体で動いて、エンジンは発電機として動くので滑らかに走ります。まあ、そうそう、ミニバンといえばね、乗り心地にっていうのがね重要だと思いますけども、アブソルートには専用のチューニングサスペンションやダンパーっていうのが装着されています。初期モデルではかなり硬い乗り心地だったらしいんですけども、まあ、改良が重ねられてね、スポーティーなのにしなやかで安定感のある乗り心地を実現しているみたいです。ということで、オデッセイハイブリッドのエクステリアを紹介いたしました。次回は内装、その後は試乗レビューっていう感じで動画アップしていきますので、続きもぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。